三田孝一は日本の自称投資能力者。宮城県気仙沼市生まれ。三船千鶴子、長尾育子、高橋貞子らと共に福良祐吉によって発掘された超能力者の一人。1933年に福良祐吉の発案により岐阜市で行った月の裏側の念写で知られる。 1931年6月24日と1933年11月12日に当時見ることのできなかった月の裏側の年車に成功したとされたが、これは長年検証できなかった。アポロ計画の際アメリカ航空宇宙局が発表した実際に撮影された月の裏側の写真と見たが、年車した写真を比較すると、見たの写真には、 実際の月の裏側にはほとんど存在しない、海を思わせる黒い部分が映し出されている手に月より、はるかに暗く見える星が月と同じ明るさで映っていたり、星の配置がランダムでなく人間の手で描いた特徴があるなど、似ても似つかないほど異なっている。三田の年写写真と NASA の探査機の撮影した写真が一致したとする、近藤専用。 心霊科学本格入門や1992年放送のワンダーゾーンについても一致したとする NASA の写真は実際には三田の年写写真そのものであり NASA の写真ではない ABC 山本博士 NASA より早く月の裏側を写した三田光一の年写とんでも頂上現象99の真相用泉社文庫2006年ピアニッシュも 396から400、ありがとうございます。